本日12月8日は有機農業の日です2006年の今日有機農業の推進に関する法律が可決成立され2016年に10周年を迎えたことから記念日に制定されました有機農業とは科学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと遺伝子組み換え技術を利用しないことを基本として農業生産による環境への負荷をできる限り低減した農業のことを言いますこの日をきっかけに 農業の未来について考え、アクションを起こす節目の一日にしてほしいという思いが込められています。以上、四天王寺学園高校放送部がお伝えしました。